ツイートもメガボルトと同様に永瀬廉と高橋海斗の二分割画像で公開6月1日21時にプレミア公開されて以来爆発的に再生数を伸ばしているキングプリンスの何者メガボルト写真動画何者メガボルト場面写真メガボルト明けて6月2日の午前7時おはようのメッセージとともに メガボルト内の二人の私生活をイメージした日常シーンの写真が使用されたツイートが公式ツイッターに投稿された。長瀬廉は、ゆったりモーニングティーを楽しんでいるシーン。高橋海人、かははしごかが正式表記、は寝ぼけまな子で寝起き顔のシーン。メガボルトと同様に二分割画像でアップされている。コメント欄には、 今のキングプリンスの等身大を伝える楽曲やメガボルトに対する感想に加えてグループを続けていくことを決めた二人に対するエールが多数。キンプリの明るい未来を感じさせる楽曲とリンクするように温かいコメントが続々と書き込まれている。